基本のテクニックでファンデーションをつけていきます。パウダーエマルジョンタイプのファンデーションをつけていきましょう。パウダータイプの場合、顔半分の使用量の目安がスポンジに1分の1の量です。両タイプとも力を入れずに取りましょう。目、鼻、口周りなどはスポンジに残ったファンデーションで仕上げます。全体の仕上がりを見て、カバーしたいところがあれば、ファンデーションを少量取り、付け足してください。クッションタイプのファンデーションをつけていきましょう。顔半分の使用量の目安は、パフに1分の1の量です。力を入れずに、クッション面に軽く数回押し当て、パフに取りましょう。全体の仕上がりを見てカバーしたいところがあれば、もう一度パフに少量のファンデーションを取り、軽く叩き込むように重ね付けしてください。クリームタイプのファンデーションをつけていきましょう。顔全体の使用量の目安はパール粒1個分です。指の場合は中指と薬指の腹をお使いください。全体の仕上がりを見てカバーしたいところがあれば、ファンデーションを少量取り、付け足してください。リキッドタイプのファンデーションをつけていきましょう。顔全体の使用量の目安はディスペンサー1回押しの量です。指の場合は中指と薬指の腹をお使いください。
全体の仕上がりを見てカバーしたいところがあれば、ファンデーションを少量取り付け足してください。ファンデーションを水仕様でつけていきましょう。水あり仕様でファンデーションを仕上げると、ひんやりとした清涼感、密着感のある使い心地と、ややツヤのある仕上がりになります。